っぱり外はいいですね。勉強続きでずっと家の中だったからな。ですね。もう体が凝り固まっちゃって、やっぱり私は動いてこそって思うんですよね。元気印としたらそうだよな。先輩は私のどこが好きなんですか？そうだな、元気で可愛くて、一緒にいると楽しくて、それに抱きしめたら柔らかくていい匂いで、ポジティブだし、俺の心をあったかくしてくれるし。結構あるんですね。ああ、それに人当たりもいいし、料理もうまいし、俺に抱きついてきてくれるし、セクシーだし、可愛いし。もういいです。元気いっぱいの小春も大好きだよ。小春こそ俺のどこが好きなんだ？それは捕まえたら教えてあげます。あ、待て。さあ、もう逃げられないぞ。チェックメイトだ。あったかいです。俺も。それで俺のどこが好き？さすがに寒くなってきたか？体も冷えちゃったし、帰って温まろうか。一緒にお風呂入るの初めてですね。ああ、ちょっと恥ずかしいけどな。先輩が全部見せてくれて、私も全部見せられるからいいと思うんです。そうだな。もっともっと見てもらいたい。すごくすごく幸せです。大好きだ小春、本当に大切にするから。私も大好きです。前よりもっともっと今先輩が大好きです。今日は何の日か知ってます？できた。お疲れ様。先輩も手伝ってくれてありがとうございます。小春、鼻にチョコついてるぞ。早くいてくださいよ。ほら、じっとして。もう先輩、突然ですよ。私も舐めますね。先輩、そこにチョコはついてないんじゃないか？でも先輩の味はたくさんですから、もっと。甘えん坊め。